はい、皆さんこんにちは。うさぎでもわかるブレンダー講座第3回目を始めたいと思います。第1回第2回と基本操作を中心にやってまいりまして、前回の第2回では簡単なモデリングといいますか、コーヒーカップですね、コーヒーカップを作ったということまで、はい、やらせていただきました。今回はね、もう少しそのコーヒーカップのコーヒーとカップだけ、あと取っ手がついたコップということだけだったんですが、お皿とスプーンも作って、もう少し、本物のコーヒーカップに近づけていきたいと思います。はい、今回は前回までの基本操作の他にですね、もう少し、はい、できる操作を増やしていけるような説明をしていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。はい、まずは、このような、はい、画面が出ていると思いますので、どこかクリックをして消してください。はい、そして、で、まあ、前回と同じこと、まあ、復習のような感じでやってきてますので、はい。ここに出てるものをね、こう全部選択して、X キーで削除してください。はい。そうしましたら、はい、Shift A で、まず円柱を出しますね。ここまでは、まあ、前回もやりました。まずはコーヒーカップのところからですね。まあ、これは そんなに詳しく説明せずに、はい、前回までのところは復習のつもりで簡単にやっていきます。はい、タブキーを押して、はい、選択モード、はい、編集モードで、はい、こちらの四角の選択モードの方を面にします。点キーの3番でも大丈夫です。はい、そして一番上の面を選択していただいて、はい、まずこういう全部選択された状態になっていると思うので、一旦他のとこクリックしていただいて、はい、一番上だけの面を選択するということでお願いします。はい、そしたらキーボードの I 押しますと面の差し込みができますんで、まあ、前回ね少しコップの分厚さが、はい、かなり分厚すぎたので少しだけこう、はい、薄めの分厚さにしました。そしたら E キーで、はい、面の押し出し、はい、押し出しをして少しコーヒーの水面にしますと。はい、タブキーで戻っていただいて、はい、一旦こちらの方を、はい、マテリアルプレビュー、今ソリッドモードになってるんでマテリアルプレビューにして、はい、色がわかるようにします。これ、前回の復習なのでここら辺は少し、さらっと説明をしています。はい、はい、こちらの色を割り当てたいので、はい、マテリアルプロパティから、はい、新規で、はい、マテリアルを割り当てて、まあ、これ白でいいんですけど、まあ、わかりやすいように少しだけ、まあ、今回は黄色のような色にしてみます。はい、そして粗さを、こちらの粗さを、はい、1にするとマットでしたね。はい、粗さを0にすると、はい、このようにピカピカで
ツヤがマックスに出る状態になります。はい。で、そしたら先にね、前回は水面を先に作ったんですけど、トーラスを出して、はい、メッシュからトーラス、はい、コップの取っ手を先に作っていきます。はい、こちらも、まあ、マテリアルはもう1個しか出てないはずなんで、そのまま割り当てます。で、RX90。はい。X 軸に、軸にして、90度回転させます。はい。そしたら、G の X で、はい、少し、はい、外側に出してあげます。そしたら S キーで小さくしまして、はい、コーヒーのコップの、はい、持ち手のところにします。はい。はい、次にですね、このコーヒーの水面のところをコーヒーにしたいので、はい、取っ手の方じゃなくて、円柱ですね。コーヒーのコップの方を選択してタブキーを押します。はい。で、こちらの水面のね、はい。ここの面のところを選択していただいて、マテリアルを割り当てたいので、マテリアルのこちらのプラスボタンを押します。そして、で先にどっちでもいいんですけど割り当てをします。で今割り当てを押して何もないこの色がついてないマテリアルが割り当てられたので、はい、少しね白っぽくなってるんですけど、これに、はい、色を追加して、そうですね、ちょっと茶色っぽい方にしてから、はい、暗さを暗くしますね。はい、このような感じになります。ツヤがないので水面っぽくはないですけど、色は変わりました。はい、ここから粗さですね。粗さを、はい、0にしていただいて、はい、まあ、数字を打ち込んでもいいですし、こうね、ドラッグして左右に動かしてもいいですし、はい、0にします。そして、まあ、せっかくなんで下の方の電波ですね。電波の方が今0になっている状態なので、まあ、まあ、1にしておきますか。1にすると、はい、透明なコーヒー感が出たと思います。はい。なんとなくですけど、はい、ここまでは前回やったことですね。はい、ちょっとね ここまで早めに説明しましたけど、ここからは新しくやることなので少し詳しく説明していこうと思います。まずこのコップですけど、なんかカクカクしてますよね。はい。これをもう少しコップらしくしたいということになると思いますので、まずこの持ち手の方ですね。持ち手を選んでもらって、右クリック。はい。で、スムーズシェード、一番上にね、してもらうとどうでしょう。はい。カクカク感がなくて、ツルツルになったと思います。角が取れたというか、はい。同じように、このコップの方も選択していただいて、右クリックの、はい、スムーズシェード。はい。どうでしょう。はい、丸っこくなったと思います。なんか見た目おかしいですよね、これ。
水面がなんかへこんでいるような感じに見えると思います。これはスムーズシェードの、ね、特徴というか、すべてがなんか面が取れて、はい、まあ、歪んで見えるところもあるんで、まあ、細かい設定はいろいろあるんですけど、この水面だけでもちょっと今日は直したいと思います。はい、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、まあ、私がいつもやってる一番簡単なやり方はですね、はい、この右側のマテリアルプロパティパネルの下から2番目がマテリアルプロパティなんですけど、その上のオブジェクトデータプロパティ、この三角の逆三角形みたいな緑色のマークですね。ここからノーマル、上からずーっと来て、はい、真ん中よりちょっと下のノーマルを開いていただいて、自動スムースというところにチェックを入れます。そうするとね、こう丸いところはうまい具合に、コップのところは角が取れて、はい、水面のところは、はい、うまい具合に水面のようになったと思います。はい、これが自動スムーズですね。はい。こちらの自動スムーズのね、方はちょっと角度とかをね、いじってもらって、はい、ここのところ何度にしたらどんな反応になるのかなっていうのを触ってもらって、はい、いろいろ試してもらうといいと思います。まあ、私は初期設定の状態でここにチェック入れたことしかないですね。 ほぼないです。角度は変えたことないです。はい、まあ、とにかく、はい、ちょっと形がおかしいなと思ったら、ここの自動スムースチェックしていただくとうまくいくことが多いです。はい、そしたらですね、はい、一度どうしましょうかね、お皿の方を作っていこうと思いますので、はい、一度このままシフト A で UV 球を出すと、こうコーヒーカップの中に、ね、UV 球が入ったような感じになってしまうので、そのままどっか選択したりせずに、選択すると選択外れ、クリックすると選択外れてしまうので、もう一回選択していただいて、 GZ で一旦下に出します。はい、そして、まずは、SZ、はい、SZ で少し Z 軸方向にこうぺったんこにしていきましょうかね。はい、もう一度やりますね。はい、S の Z でこう Z 軸方向に縮めていきます。まあ、お皿っぽくなったなと思ったら、はい、一旦止めていただきます。こういう状態になります。そうするとお皿に対してですね、コップがちょっと大きすぎるとか、お皿がちっちゃすぎますので、 S で拡大します。はい、ちょっと大きすぎたかな。はい、これぐらいか、こんな感じでいいと思いますね。そしたらですね、このコップとね、お皿の位置関係、もうちょっとぴったりくっつけたいですよね。はい、ここで少しね、新しい技、前回まで説明してなかった技というかね、操作方法なんですけど、ここにね、スナップという、上の真ん中ら辺にスナップというところがありますので、ここを一旦クリックしてもらいます。はい、
そうするとどうなるかというと、移動した時に関係してくるんですけど、このまま、はい、お皿の方を G 選択して G キーで移動するとなんか動きがカクカクしますよね、はい、動きがカクカクするようになったと思います。これは、スナップというのでね、いろいろね種類があるんですけど、今移動するときにこのマス目があると思うんですけど、マス目の大きさ分で移動するというモードになっているんですね、この一番、はい、だから一つ、大きさを均等に移動したいときは便利なんですよね。1個分、マス目2個分、3個分というふうに動かすことができるということです。まあでもこのスナップの一番上のモードはあまり使ったことないですね。私はほとんど使ったことないです。重要なのは2個目の頂点。はい。これは頂点に、はい、頂点のところまで移動できるということですね。どういうことかと言いますと、例えば、はい、こういう状態だったときにですね、このコップにくっつけたいとき、コップの頂点のところ、どこか、はい、お皿を選択した状態で、Gキーを押すと、はい、頂点のところまで来てくれるというか、くっつく、はい、ということになりますが、そうするとね、こうくっついたのはいいけど、位置がちょっとずれておかしいですよね。そういう場合は GZ 軸方向にだけ移動して、このコップにくっつけるという、頂点のどこかにくっつけるという方法で GZ と押してもらうと、はい、コップの一番下の頂点ですね。はい。頂点というのはですね、編集モードにしたときに、はい、例えば、これちらか。編集モードにしたときのこの点々ですね。はい。一個ずつの点々。これがあるところまで、瞬間移動してくれるということですね。はい。もう一回やってみようと思います。GZ でこう離れていったときにですね。はい。ここに G、はい、持ってくると、こう、頂点には移動したんですけど、はい。おかしな位置になってしまうので、GZ。で、Z 軸方向に移動させるとこのようにいい感じにくっついてくれます。そしたらこちらの、はい、スナップを解除しておかないとまた途中でおかしなことになるので一旦解除しておきます。まあそれもちょっと難しいなと思いましたら、まあ普通にですね、見た目でこんな感じでいいかなっていう感じ。はい。少しね、こう、皿にめり込んでしまってるかもしれませんが、はい、ワイヤーフレームで見てみると、はい。そうでもないか。はい。ね、例えばこれ、皿にめり込んでるとこをね、効果表示でワイヤーフレームで見てみると抜けるとか、はい、まあ多少なら大丈夫なんでこのような感じにしておきます。また頂点のこちらのスナップの方はね、使うときにその都度同じように説明していきますので、まあ、今わからなくても、はい、覚えていけると思います。はい。
で、こちらのお皿の方もですね、マテリアルを同じように割り当てていきたいと思いますので、こちらのマテリアルプロパティから、まあ、新規でもいいんですが、コップなどと同じ色にしたい場合はね、このマテリアル、はい、これで割り当てることができます。で、また同じように少しね、この、カクカクになっていますので、スムーズシェードで、はい、少しお皿っぽくして、はい。で、まあ、今回は、まあ、これでもいいんですが、もう少しね、お皿なんで、へこみ、器のようなね、形にしたいので、編集モードにします。はい、編集モードにして、頂点選択モードですね。編集モードにして頂点選択モード。そうすると頂点がそれぞれ選択できますので、はい、真ん中の、お皿の真ん中を選択します。はい、その後こちらのね、プロポーショナル編集。先ほどの、スナップの一つ右側、スナップのところの右側ですね。この二重丸のようなマークがプロポーショナル編集。これはどういうことかというと、プロポーショナル編集を押してないときに G で移動すると頂点だけがね、こう、次の頂点のところは移動しない。選択している頂点のところだけが移動するということですね。で、プロポーショナル編集をオンにすると、はい、移動すると、頂点の周りも少しだけ移動する。で、その影響の範囲を変えたいときは G で押して、例えば、マウスのホイールをこうね、ぐるぐる回すと、影響の範囲を変えることができます。はい、ちっちゃくすると、はい、頂点1個分か2個分になって、少しずつね、こうするともう全体を動かしてしまうぐらいの影響の強さになりますね。なんで少しだけ、少しというか皿全体分ぐらいのギリギリぐらいにするとちょうどいい感じに、はい、こう、へこますことができますので、これでこうね、変な方向にへこましてもあまり意味がないので、これも GZ で真下に、GZ で真下にへこませるようにします。はい。こんな感じ。少しお皿なんで気持ち。はい。はい。これで、タブキーで戻ってもらうと、少しへこんだ分ね、これ、お皿とコーヒーカップのお尻の部分が隙間空いてしまったんで、まあ、これ GZ で、少しね、上に上げてもらいます。はい。はい、ここまでできましたら、一応コーヒーカップとお皿の方ができました。はい。それでは次は、スプーンの方を作っていきますので、はい。一旦こちらの画面に見えているものを非表示にしたいと思いますので、こちらのね、新コレクションと書いてあるところの右側のところの、はい、これ Q と書いてあるのがこれ青皿ですね。円柱、トーラス、この、はい、目のようなマークのところを押してもらうと一旦非表示にすることができます。はい、それ以外にも選択していただいて、H を押すと、はい、非表示にすることができます。はい。これは削除したわけじゃありませんのでね。もう一度出すには、Alt H を押してもらうか、はい。こちらの目のマークのところをね、こうクリックしてもらうと、消したり出したりできますので、はい。
はい、これで次はじゃあスプーンの方を作っていきたいので、シフト A から UV キューを出します。はい、この UV キュー大きさがだいたいコーヒーカップと同じ大きさ、大きさは全部 2×2×2 で出てきますので、はい、コーヒーのカップと同じ大きさになってるはずなので、まあ、少しちっちゃめにしておきましょうか、最初からね。まあ、最後にも微調整はできますので、一旦、はい、半分ぐらいか、半分より小さめにしておきます。そうしたらですね、キーボードの、テンキーがある方はテンキーの1番。はい。ない方は、ここの十字の、はい、立体の十字というのか、はい、ここの赤と緑と青の XY 軸のところの Y。間違えましたね。Y を1回押してもらいます。はい。2回押すと裏側になってしまうので、まあ、ここでは裏側でもいいんですが、はい、Y のところを押してもらって、はい、真正面から見たものにしてもらいます。はい、そしたらですね、ここのプレビュー、はい、マテリアルレンダーとかのプレビューのモードのところの1個左側ですね、四角の透過を押します。はい、透過を押します。はい、そしてですね、今これは選択されているので、はい、編集モードにしてもらいます。はい。で、全部選択されていると思うので、どっかクリックしていただくと、選択が外れます。はい。ここポイントは、まずここのね、編集モードになっているかどうか、オブジェクトモードじゃないかどうか、その一個右側のこれ、頂点選択モードになっているかどうかとこをチェックしてください。そしてこちら右側が透過表示になっているかということが重要ですね、結構。はい、ここで、はい、もう一度 Y を押していただいて、正面からにしていただいて、何がしたいのかと言いますと、このね、はい、選択をこう、全部下半分だけ、半分、厳密に言いますと、真ん中がこれですよね。真ん中は全部選択しているのがこういう状態。ここから、真ん中から1本、2本。真ん中より 2列下まで選択します。そうすると、こう、ぐるっと周りが全部選択され、ますので、こういう状態になっていれば正解です。これが例えば透過モードにしていなければ、選択してもこのほら、こちら裏半分は選択されていない状態になってしまうので、この状態だとね、都合が悪いですね。はい、このように裏側も全部選択してもらいます。はい。あとは、真正面から見ていない状態で、こう選択してもらうとですね、こう選択がちょっと外れていたりとかね、都合が悪いので、真正面から見た状況で、はい。このように選択していただきます。そして、X キーで、削除なんですけど、マテリアルモードと違って、オブジェクトモードと違いまして、X キーですぐ削除とは出てきません。
X 軸で何を削除するかというのが出てきますんで、はい。ここでは頂点を削除します。はい。頂点を削除を押すと、選択したところよりも、次の頂点までは全部削除されますんで、はい。どういうことかと言いますと、はい、こういう選択されてるとか、このオレンジ色なんですけど、頂点削除すると、はい、このように、頂点してないところまでは全部削除されますということです。例えばこれが、面を選択、面を削除するところを選択すると、はい、このように、この1個余分にね、はい、面の部分が残るというかね。これはやっているうちにコツはわかると思うんですが、頂点を削除すると1個、頂点が選択されていない部分の場所までは削除されてしまう。まあ当たり前なんですけど、はい、そういう状態になります。はい。タブキーでオブジェクトモードに戻っていただいて、はい。これはスプーンのね、はい。へこんだ部分というかね、先の部分というかね、すくう部分と言いますか。はい。どういう風に表現したらいいかわかりませんが、スプーンのね、すくう部分にしたいと思いますので、柄の部分は棒で伸ばしていきます。で、こちらも7番を押していただくと、はい、テンキーの7番を押していただくと、真正面。もしくはこちらのね、Z キーのところをね、十字の青い部分を押していただくと、真上から見たところになりますので、はい、そうしたら、S、X か。S、X で、ぐーっと少しね、楕円っぽくします。そうすると、なんとなくスプーンっぽくなったと思います。はい。そうしましたら、もう一回タブ、押していただいて、今度はね、こちらの編集モードにしていただいたところの面選択じゃなくて変化。真ん中ですね。真ん中の面、真ん中の変選択。キーボードの方の2番でもいいです。そうしましたらですね、一旦もう一回点キーの7か、ここの Z をしていただいて、はい。このね、ここが X 軸が赤いところなんで、X 軸をまたいだ2つを選択したいんですが、1個選択すると1個外れてしまいますよね。そういう場合は、選択したら、シフトを押しながら次を選択すると2個選択できます。はい。このように、どんどん、ね、シフトを押しながらだと複数選択することが可能になります。はい。ね。はい。1個選択して、はい。今選択しているところは白い表示になってますよね。色が見にくいかもしれないですけど、はい、選択1個目選択、シフトをしながらもう1個選択すると、はい、両方選択したことになります。そしたらこのままですね、 E キーを押すと、押し出し、この辺を押し出したいので E キーを押しますけど、そのまま E 押すと、どこに押し出されるか、まっすぐ押し出したいので E の
X を押します。E の X を押すと X 軸方向に押し出されます。はい。このようになります。はい。そして一旦オブジェクトモードから、編集モードからオブジェクトモードに、はい、していただいて、そうすると形的になんとなくスプーンっぽくなったと思います。はい。ここで一つ新しいことを、はい、学んでいきたいと思います。まずここからちょっとね、このペラペラのね、計量カップの、計量スプーンみたいにペラペラになってますんで、少し厚みをつけたいんで、はい、こちらの、はい、モディファイアープロパティ、新しい言葉が出てきましたが、はい、今まで使ってたのはこのマテリアルプロパティ。上に少し行ってもらうと、モディファイアープロパティが出ますので、ここからね、モディファイアーを追加というところを押してもらいます。で、厚みをつけたいときはこのソリッド化。はい、ここです。ソリッド化を押していただいて、はい、そうすると少し厚みがつきましたけど、これをこちらのね、幅と書いてあるところを少し2、3ぐらいでいいんですかね。まあ、わかりやすいように今回5まで押すと少し厚みが出たと思います。そしたらもうちょっとスプーンっぽさを出したいので、ここからそのままマテリアルプロパティのところを押していただいて、はい、色を割り当てたいと思いますので、プラスのボタンを押して、その後新規を押します。はい。そしてメタリック。はい。カラーはこのままでもいいと思いますが、メタリックのところをドラッグでずーっとね、1に近づけ、1でいいか。はい。1と落ち込んでしまってもいいかもしれませんね。でもこれ、金属っぽさはなんとなく出てますけど、はい。粗さをね、これ、ぐーっとこう、粗さを0に近づけていくと、はい。まあ、そのまま、ゼロでもいいって思いますけどね。はい、スプーンっぽさがだんだん出てきましたね。そして前回やったスムーズシェード選択して右クリックでスムーズシェードを押してもらうと、はい、かなりスプーンっぽくなったと思います。まあ、これは形をね、少し、角度を変えたり、まあ、この絵の部分を少し変化をつけたりしても少しスプーンっぽさっていうのは出せるかもしれないですけど、はい、ここでは、はい、まずはこれだけの説明にしておきます。はい、そうしましたらですね、こちらの、はい、マークの方、目のマークの方を一つずつ押してもらうとね、はい、コーヒーカップが出てきましたね。はい。スプーンがちょっとね、めり込んでいますので、GY でこうね、出していただいて、まあ方向なんかは別にいいと思いますがね、まあちょっとこう、方向も直していただいてもいいかと思います。あと大きさですね。ちょっと大きさがおかしいな。S キーで少し大きくしたり、まあ、ちょっと大きすぎたなと思ったら小さくしたり。で、位置の方はまあ、うん、きちっと変えたい場合はですね、こう3番で側面から見たときに、こう3番を選択して側面表示にして、3番、点キーの3番ですね。点キーの3番を押して、側面表示にするか、こちらの X
X のとこですね、押してもらって、真横から見た状態で、はい、G で少しね、こう下に下ろすと。はい。ですね。そして上から見た状態にしていただいてもいいですし、はい、これで G で、7番で上から見た状態してするか、ここの Z を押して、はい、位置を決めていただいて、まあ、これだと少し絵の部分が浮いてるなぁとかもあると思いますね。そしたら R ですね。R で少しね、こう移動していただいたり G を押したりとか、ここはね、やっていただくとどうしたらいいかというのが感覚で分かってくると思いますので、はい、一度 G とか R とか押してみて、はい、やってもらうと一番いいんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか。はい、一応ね、こちらのコーヒーカップとスプーンとね、お皿ですねが全部できたと思います。はい、これをね、一応いろいろ応用していただいてね、色を変えたり、コーヒーの水面をね、例えば、はい、茶色じゃなくてね、緑にしたり、そうするとね、こう抹茶になるとかね、お茶になったり、はい、ピンクにしたらね、こちらが、はい、いちごのようなね、いちごミルクみたいな感じでね、はい、いろいろアレンジして楽しんでいただければ面白いかと思います。こちらのスプーンの色とかもね、金色のスプーンにしてみたり、あとはお皿の色なんかもね、はい、青くしてみたりとか、はい、これだけでもいろいろ、はい、楽しめると思いますんでね、まずは作って、はい、やってみるとだんだん制作が楽しくなってくると思います。はい、このように2つとかね、3つとか出していただいたりとか、こういうことも簡単にできますので、はい、ぜひ楽しんでみてください。はい、それでは第3回の、はい、うさぎでもわかるブレンダー講座、このあたりで、はい、終わりたいと思います。また次回はですね、はい、これより少しレベルアップしたモデリングの方を行っていきたいと思いますので、はい、ぜひまた、第4回ですね、次は第4回になりますが、うさぎでもわかるブレンダー講座聞いてみてください。それでは皆さん、さようなら。また次の講座でお会いしましょう。